どん。Hey guys, my name is わさもんナイスとみーちゅう。改めまして、星がすぐ死ぬ日本人アニメリアクターわさもんです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を投稿しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、かぐや様を告らせたいウルトラロマンティック第6話です。さあ、半分ですかね。多分、ワンクールだから。かぐや様もとうとう半分になってまいりました。ということで、まず前回のおさらい。第5話ですね、ラップ回でした。個人的には早坂がすげえ活躍っていうかね、早坂の気持ちが出てるなっていうふうに思いました。すごかったな。でも会長もちゃんとラップできるようになってた。エンディングが、なんだあれは、すごかったな。面白かったっす。はい、ということでね、もう今回の第6話早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。そして、ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。よろしくお願いします。はい、それでは、ABEMA TV で再生していきます。3、2、1、スタート。三者面談。わあ、なんだ最後のやつ。まあね、社長がいいとか。なんだろう、どうすんだろうな。三者面談つうことはお父さん来んじゃねえんか。何すんだろうな。でも本編開始。生徒会は進み、まあね、そういうのあるよね。
外部進学希望。そんなの。かわいい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 。なんだ。セクハラだよ。パパアカツ。嫌だよ。ああママ。もう好奇心だけだよ。もう大丈夫かな。ほん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 。はんはんはん。あら、転職ってどういうことってなるよ。ナイブ。何すんの？マジ？
決めた。告らせたいに？に？ああ。ジャンピング中。MDT 調べ。あれ？そうだよ。そうだよ。時間がねえんだ。ドラえもんが。クレープ。うん。お、お、顔が。ちょっと分かりづれえよ。ちょっと分かりづれえんだ。ああ。石神。
いけるか、いけるか。楽しかったね。じゃあよかったんで。わかんねえ。ちょっと死にかけてんだよな。すげえ怖っこれ。うわ、なんか、あれ？やりちに。おいおいおい、ナウローディング。まあ、この流れだとそうなるよ。そうだよ。タイしかねえよあれは。言っちゃった。腕が。
なんか可愛く書いてあるな。あれ？あれ？あら？キランキラン。ああ。ああ。うわあ。嫌なんだ。ずん。やべえな。合法的に。ビスター。誇りしか出ない。ああ。そういうとこだよ。そういうとこなんだ。うん。王子様がいるよね。終わっちゃった。終わっちゃったー。これで半分か。いきなり2始まって次が3で1があった記憶ないんだよな。多分1なかったと思うんだよな。へえ、でもスタンフォード海外っていうことはもう同じ学校生活を送る時間が少ないよ。もう今まで散々こんな時間かかったから。最後ちゃんとできんのかな。大丈夫かな。大丈夫であってほしいんだけど。それか、まあでもかぐや様も別に行こうと思えばついていけるのはできるとは思うけど、ね、スタンフォードがどこかわかんないんだけど、アメリカかなんかばらつくんだろうな多分。まあ、だとしても、でもやっぱ一番の理想はずっと一緒にいることだもんな、お互い。そっか。でも
パ活をお父さんが、早坂ママもね、早坂って言ったら、はい、面白かった、よかった。もしこの動画よかったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方にもリンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、かぐや様は告らせたいウルトラロマンティック第6話でした。ありがとうございました。